スタンドがあるんだけど、それがめちゃめちゃ有能だった。まあ、いただき物なんですけど、何年も使ってるやつ。誕生日おめでとう。イエーイ。そう、だからこの超信頼してるこのスタンドが、壊れたらもうここに落下しちゃうわけ、携帯が。だから頑張ってやっていこうかなって思いますね。はい、今日は今日は何をするかって言うと、なんとチャーハンを作ります。初めての試み。うん、パスタを作ろうと思ったんだけど、パスタはすぐ終わっちゃうからやめました。はい、昨日パスタ食べた方がいいって聞いたから、チャーハンにします。うまそうでしょ。チャーハンなんか炒めるだけだから、炒めしだから、炒めし。で、はい、卵、ネギ、はい、炒めしですね。炒めしですよ。はい、具は卵チャーハンなので卵しか入れません。うん、なんかいらん、いらんくない。料理配信、ネギだから、ネギあるって。ネギあんま好きじゃないけど、はい、調味料、塩コショウです。さあ作っていきたいと思います。あの子でもこれあるわ、これ入れたことある。やばい、なんかめっちゃ巻かれた。返す返す、あ、大変大変。4粒残っちゃいましたけど、あ、ずれた、こうか、ん、さっきどうつったっけ、これか。ご返却ありがとうな、こちらこそです。はい、こうか、こうやって入れようかな、入れてみる。チャーハンの作り方、熟した、ね、違うわ、熱したフライパンに油を入れ、溶いた卵を炒めます。半熟になったら温かいご飯を加えてほぐしながら炒めます。ご飯がほぐれる醤油、胡椒、鶏肉丸ごとガラスープ、中華調味料、無添加を入れてよく混ぜながら炒めます。うんうんうん、じゃあこれ入れてみよう。小さじ3から4。はい、小さじ3から4だって。計量カップは、計量スプーンはどこかな、なんか大きいのしかない。でも10、あ、バイ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 、でも大さじ1、小さじ分かる、大丈夫。 2.5g。 ねえ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 、あ、2人前、小さじ4ってさ、大さじ1と変わんない。まあ、一回適当に入れれば。よし。調理免許持ってる。すげえ。一つまみ。何が？何人分なの？一人。油多めがうまい。わかった。うん、まあ、いっか。では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 、熱したフライパンに油を入れ。わかりましたよ。入れますよ。油ね。油ってさ、ごま油でもいいの？やめるね。普通の油にする。日清。ヘルシーベジオイル、こちらを使っていきたいと思います。はい、
ごま油がいい。あ、マジで？コーラ。じゃあごま油で。はい、角屋の純正ごま油、こちらを入れていきたいと思います。ごま油最後どっち？何？なになになに、一家に一つごま油って。あ、普通の油な。そうなんだ。じゃあ普通の油です。はい、よいしょ。己を信じて、いざ参る。では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 、こちら日清ヘルシーベジオイルは、ねえこらやめて、ねえアコやめて。はい、入れます。犬です、この油新品だったわ。よいしょ。こっちに、え、待って待って、ちょっと嘘だ、卵溶いとこう。なんか卵溶いてすぐご飯入れないとって聞いた。あっぶねー、あっぶねー、あっぶねあっぶね。雨の音すごいね。料理配信、うーん、顔文字はどれがいいかな。うーん、これにしよう。できた。手もさっき洗ったので卵を、溶いた卵って書いてある。私も研ぎますね。え、割れないんだけど。え、なんて、かけない、かけた。ここに映ってる。はい。え、なんか料理できてない。あ、やべ、間違えた。でね、これさ、茶碗なんだけどさ、まあ、いっか。茶碗にご飯を入れたかったわけ。よくないな。しかも、甥っ子のお茶碗、愛が買ってあげた。白海で買ったやつ。ちょっとこれ、お茶碗をじゃあ変えます。でも、チャーハンか。茶碗じゃなくてもいいのか。何に入れようかな。茶碗でいいか。そんなお腹空いてないしね。はい、ではご飯もあらかじめ持っておきます。はい、持った。はい、やっと始めれるわ。本当にわかんない。ピ、はい、頑張ります。頑張ります。え、もう入れていいよね。はい、ちょ、なんかいるけど、まあ、いっか。なんかちょっとここにいるけど、まあ、いっか。油多めでしょ？なんか多めに入れたんだけど。え、嘘だってさ、ご飯こんなだよ。ご飯こんなだけど油もっと入れんの。油だってさ、ギトギトになるじゃん。なんかギトギト、
溶いた卵を炒めます。半熟になったら何、もう油のことでも何じゃあ、はい、はい、多くね、多くね、ねえ多くない、まあいっか別に。もういいよ、もうなんでも。もういい、溶いた卵を炒めます。溶いた卵を炒めます、もう入れます。え、もう入れていいよね、もう入れるよ、知らないけど、はい、もう入れるからね、だ。あ、炒めなきゃ、急げ急げ、半熟になったらご飯を入れます。はい、ほぐしながら炒めます。ご飯がほぐれたら醤油、胡椒、鶏ガラスープのなんとかかんとかで、なんとかかんとかするそうです。なんとかかんとかって何でしょう、もうわかんなくなってきました。でも醤油と胡椒と鶏ガラスープを入れれば OK って書いてあったから、もういいかな、醤油入れて。え、もっと混ぜた方がいいよって言われてるけど、別に食べたらコロコロじゃなくてもいいんだよね。なんかもうだって入れば一緒じゃん。うん、お腹に入れば一緒じゃない。醤油、醤油誰だっけ、醤油どこ行った、え、なんか醤油が、あ、醤油こっちだった、やばいやばいやばい、醤油やっぱさ、ネギ入れたくないかも。うまいんだけど、できた。あ、こっちで言ってみればいいのか。おしまい。なんか元入れなくても美味しいから、なんか入れんのやめた。それからスープ入れなくても美味しかった、うまい、できた。これをさっきのお茶碗に入れて、釣りそうなんだけど、テテテテレテレテテレテテレ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 テテレンテンテレレンテン、わーい、できた。ねえ、できたよ。ねえ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 、できた、できた、ねえ見て、できた、できた、うん、できちゃった、できちゃった、わーい、わい、実食せねば。
できたので一回止めます。どうやって止めようかな。お皿にパカン。あ、洗い物増えるからしない。何置いて、塞いでるからこうやってればいいかな。ほんと、こうやってこうか。できた。あ、やばい。こうやって結局止まっちゃった。ご飯持ってきます。ちょっと犬が遊んでるけど。できました。イエーイ、できたので食べたいと思います。いただきます。マンタ、写真撮ってほしい。どうしよう、携帯ない。携帯ここ無理だ。うまー、コーラがいっちゃおいしい。うん、コーラがおいしい。うん、うん、おいしいね。ちょっと油多いわ、胃もたれしそう。うん、ほら多かったじゃん油。私がはいはいってドバって入れすぎたんだよな、反省。昨日の配信いかがでした？そういえば、うわうわ、その紐長いな。
楽しかった本当めっちゃ笑った。あ、本当よかった。幸せそうでした。ウケる嘘、全然違ったいつもとあこちゃん、ウケるテンション高かったね。そうなの、なんかやね、なんだろう、焼きもち焼いてる人いたね。いた、危ない。なに、痛い。よいしょ。じゃあ飯を食うんだ。よし。ダメ。そうなの、あこかわいいよね。したいよね。今来た料理これから終わった、今食べてる。うん、え、嘘だって簡単なのしか作れないんだもん。ね、料理した感すごくない？どう？本日のあゆ太郎クッキングは、今回こちらの材料を使いました。ご飯1杯分、お茶碗1杯分、卵 1個、醤油適量、塩コショウ適量、鶏ガラの粒4粒以上となっております。あと油ねえ痛い、ダメ。こうさ、こう引っ張るの、ここ噛んで飛んで、ねえ何、ねえ痛いし、ねえやめて、ダメダメ。あれ、ほら、あれ、確かに。胃もたれするほどの油、やめて。次は、麻婆豆腐。あいよ、ひき肉入れるだけでしょ。あ、豆腐。ひき肉と豆腐入れるだけの麻婆豆腐だったら作れる。あの、この素みたいなのと一緒に。だからできないって言ったじゃん。
じゃあさ、みんなはさ、麻婆豆腐粉から作れるの？粉一から作ってるの？じゃあみんないつもなんかそう、よくわからん元ばっか集めてね。うん。でもさ、別に元とさ、豆腐とひき肉入れればできるやつってさ、何が悪いの？いいじゃん、うまいし。簡単だし。だって失敗しないんだよ。最高じゃん。じゃあいいじゃん。うん。じゃあいいじゃん。だってできないんだもん。ねえ、アッコ怒ってるって言われる。すごいいっぱいコメント来るからさ、怖いなと思ってちょっとさ言ったらさ、怒ってるってそんな怒らなくてもってコメントいっぱい来る。アッコ何そのおもちゃ。怒ってない別に。うん、悲しんでる。一生懸命チャーハン作ったのに。うん、雨の音すごい。でもどこも天気悪いんじゃないの今日。だってさ、愛知は嵐なんでしょ？でも関西はもう晴れてるんだ。ねえ、みんな気をつけてね。
時までショールームやる。まあ何時なんだろう。あ、はい、もうあの2時半なんだ。うん。そんななんだね。じゃあめっちゃ早く作ったじゃん私。卵チャーハン。ね。うん。すごくない？ごちそうさまでした。うん、ティッシュ取ってくる。こんにちは。スロップ変えよう。無事成功しまして。はい。今日は卵チャーハン配信をしてみました。うん。失敗してない。もはや大成功まであります。ほぼ。ので、うん、やっぱみ、うん、そうですね。また今度は違うバージョンのチャーハンも作ってみたいなって思います。チャーハンのあれ増やそうかな。うん、次はネギ入れたバージョンとか。鶏ガラ入れたバージョンとか。うん、やっぱり私にそんな高度な料理技術を求められてもやっぱちょっと困るから。うん、アドバイスは嬉しいんだけど、なんかなんとかなのみたいなのはやっぱちょっとしんどいかなって。もう優しさなのはもうそれはもう前提の前提の前提なんだけど、でもやっぱり私に高度な料理技術を求めないでほしいかも。そうなの。やっぱり人にはさ、得意と不得意ってものがあるじゃん。そうなの。のびのびと今日は何々作りますできたが私の料理配信の一例かも。では今回のワンコの紹介をしたいと思います。エントリーナンバー1番の今の家の主マリアです。マリアです。はい。
小鹿みたい。タイプードルでーす。はい、マリア。ちょっと、ね、椅子の上にメル乗ったんだけど。ほら。メルとアッコはね、ちょっとじゃれ合いがすごくて、ちょっとメルちょっとトリミング不足で、ちょっともうボサボサになってきて、メルやめる。久しぶりじゃん、ショールームメル2のね。痛いアッコ。メルです。白いからね、この辺が黒いね。メルです。はい、かわいい。メル何歳だっけ。メル4歳くらいかな。私が NJT に入ってからだから何いや、なんだろう、メルおとなしい今。今日も暴れないですね。ダメ。トイプードルだよ。ちょっとね、よくねミックスですかって聞かれるんだけどね。ちょっとちゃんとしたトイプードルだよね、メル。はい。ちゃんとしたトイプードルなんです。ワンコ出した。あ、ほら。はい、そんな感じで。こら。おいで。おいで。遊びたいんですね。うん。いたた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 た。疲れてない。違う違う。痛い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 。指もげる。あのね、マリアは多分アコのことがあんま好きじゃないと思う。そうなの。はい。そんな感じでどうする、もう終わる。ご飯、チャーハン作ったし、食べたし、ワンコ紹介したし、こんな感じ。何話す？だって今日のメインはもう終わっちゃったよ。うん、踊る？なんで？いや、今日なんか出さないしな。なんか、あ、そうなの？ナオさんでトイプードル飼ってるんだ。お揃い。そうなんだ、知らなかった。うん、すごいすごい。だってファンの方の方が知ってるって言ってたもんね。うんね、そお揃いの指ハート。昨日の反省会？昨日の反省会って何？いっぱいあるよね。昨日の反省会でしょ？昨日の配信？配信じゃない？昨日反省会？昨日の反省会？待って、どこから？え、ちょっと待って。いっぱいある気がする。なんか、大丈夫だったかな？コメントちゃんと読めてた？私。楽しかった？みんな。全部マジでごめん。うん、どうだろう。でも楽しんでもらえて何よりです。
みんなからそうなんですよね、うん、5秒が2時間になっちゃうのは、まあ、ちょっとまあ反省うん、そうなの。そうだね。でもみんながやっぱ優しかった、コメント欄が。うん。本当に来てくれた皆さん全てが優しかったから成り立ったのではないかなと。うん。もう昨日の配信は。そう。ね、なんか初見マーク多かったね。うん。だから。またやりたいですね。はい。終わる？何するの？待って、今日何しよう？待って、ご飯作ったよ。うん。昨日さ、なんか私レッドブルが飲みたくて、まあ、昨日の配信でも飲んだと思うんだけど、あのなんかあれさ、330ml のレッドブルだったんだけどさ、あれをね、なんかその寝る前までにこうちょびちょび飲んだの、ゲームしながら。だからさ、そのなんかなんだろう、寝れなくなっちゃって、寝たんだけどそんな寝てないんだよね今日。だから5時半に起きてんのえ、シンプルにレッドブルの味が本当飲みたかった、眠くなりたくないとかじゃなくて、なんかシンプルにあのレッドブルが飲みたかったので、全然寝れなくてほんと2時間とかも寝てないし、結局寝れなくて朝、うん、そうなのおいしいおいしい、好きなんだよね。今日はすっぴんに近い、そうだね、昨日と比べればマスカラもしてない、あ、またしちゃった、またこうやって見せ方しちゃった、マスカラもしてないし、アイライン塗りだけかな。うん、ワン、はい、シそうなの、ワンコがね、ちょっと今日は自分の部屋じゃないのでワンコがいっぱいいる、ワン、はい鳴き声誰か分かるよ、ワンがメル、ワンがマリア、アーがアコ今うん、ワンマリア、ちょっとウェンがマリア、いっぱい泣き方あるけど、うん、そうですねうん、家で染めてないからね。でも美容院もさ行けてないじゃん、だからめもうさ、こことか割とプリンだと思うんだよね。あと痛みがすごい、あと前髪めっちゃ伸びてる、もうこういけそう、ピカーってできそうできそうなぐらい。やっぱさ、こう思うとやっぱリーゼントしてたのっておもろいなって思って昨日なんかリーゼントしながらなんかやってたのってすごいなって思った昨日改めてリーゼントしてたんだなって思って、慣れってすごい人の前髪邪魔なんだよね。
大竹。うん。リーゼント地毛なわけあるかーい。うん。そうなの。大竹と岩見ね。うん。レイニャーはさ、その岩見はさ、そのさ触れれるじゃん。なんか最初なんかその二幕になったし途端になんか。あれ見てくださいおっしゃーみたいな、こうやってなんか流行ってるっすよみたいな言えるけどさ、私そういうセリフもなかったから。でも私めっちゃ後半ギリギリまでリーゼントつけてんの。だからなんか誰からも触れられなくてどうしようってすごいね。なんかどうやって私リーゼント、大竹って実はリーゼントしてますよみたいな感じをできるのかがちょっと流行ったね。なんか後半はそのとにかく出演してるメンバーさんが優しくてなんかオラオラしてたんだけど、途中なんか村重さんとあのジーナさんとかと本当面白かったな、懐かしいそうなのセリフ覚えてない、何言ったっけ、全然覚えてないわ。多分レビューも踊れない。どんなだったっけ、なんかレビューレビューみたいなえ、これ応援団だな、ちょっと待ってえレビューでしょ、タタタタタタタだ、できた、タタタタタタタ、なんかタンタンみたいなそうなの、うん、最後やんそれマジで、テテ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 テンパン懐かしい、記憶力意外とあった、うん、うん、楽しかったよね、うん、本当に。でもこうなんか踊れるけど、なんかその昔やった曲をあんま踊れないかも。なんかコンサートでやった曲とか、まあフライングゲットも多分踊れないかも。なんかフライングゲットが出てきたんだけど頭から、強がり時計とかさコンサートでやった曲とかあるじゃん、もう踊れないかも。なんか踊れない、何やったっけね、何やったことあったかちょっと忘れちゃったんだけど、なんかいろいろやったじゃん、なんかじゃんけん大会でやった曲とか、あ何やったかな、あんま覚えてない。青臭いロックはちょっと踊れるかも、青臭いロックをちょっと待って、タタ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 タそういやそういやそういやみたいな、なんだっけそういやだっけ、せいや違うな底辺だ底辺だ底辺だみたいなやつだよねそうなんだよね、ぜあ、うん、絶滅の危機はね、私ね黒髪じゃなかったから、ね、入れなかったのそうバリバリ茶髪だった何やったかなと、そうあんまもう覚えて、なんかその大きいコンサートとかでやった曲とかあんまもう覚えてないかも。声聞くはできるんだけどね、うん、かなあ、あーもうあの全然覚えてないわ、リバー覚えてない、バンバンタタンタタン48タン
え、もう覚えてない。わかんないわ。たった、え、わかんないわ。ジャンヌは踊れるよ。ジャンヌは多分ずっと踊る気がする。って声じゃん。パンタンタン少女たちも永遠に声じゃん。あ、青春のラップタイムね。ゴー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 、せーいいだけ、せーいしゅタイム違うな、そうかんない。公演曲は大体踊れるんだけど、やっぱその1回きりのコンサート系、10年だから踊れってって言ってるもん、ジャニーとやるで。今よりもっと輝け。あ、最終ベルね。でんてでん、最終ベルから、最終ベル、違う、キンキン選ぶんだ道は。フルで踊れる曲は少ないかもね、うん、かな。そのアースを覚えてる、これ。タタ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 君を見てるんだ。どれた、タタン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 。いった、ほんとにね、もう痛い。え、いった、顔向けたんだけど。うんね、危険。犬、そうなの、子供だからさ、これ一切なってないんだよ。痛い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 。だから加減がわからないようで、そうなの。いいんだけど、そうなの。甘噛みのレベルじゃない。痛い普通に。これぐらいで終わろうかな。なんかお昼だからゆるゆると配信しちゃったけど。はい、今日はこれぐらいにして、また明日配信しようかなと思います。ねえ、本当にやめて。んじゃないかな。ねえ、痛い痛い、本当に痛いからやめて。ちょっと待って、はい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 。これを持ってこっちにやってるわ、はい。というわけでですね、明日の時間はまだ決めてないな。何時にしようかな。おもちゃ。明日は何時にしよう。メールします。うん、ちょっと明日わかんない、まだ。はい、では
今日の1位は、さん、2位が、さん、3位が、さんでした。ではまた明日お会いしたいなと思います。はい、今日も見てくれてありがとう。またね、バイバーイ。よいしょ、あ、もう取れた。あ、やばい。じゃあねー。